しかもこれ北海道じゃないか、舞台は北海道かこれ。でこれ細かいところにこうやっていろいろ行けるんだ。うわすごい、なんか隠されたもんとかもありそう。いいね、これ楽しみ多いな。デンスケ行こうじゃあ。デンスケ、ん、おっさんですね話は。あ、これあれ、マップから行くってことか。あ、ここや、マップからこれで行けそうね。うわどうなってんねやろこれ世界。むちゃむちゃおもろそうやん。頭痛なってきたもん俺今。なんやったらガンツに見えるほんで、あれどこ、ここ今いるのがベースキャンプ。ここまでは安全な場所ですね。3種類のポケモン、ビッパ、ムックル、コリンクを捕まえる。うん、そうやったね。何こっちにいんの、そのなんかが3匹が。めっちゃびっくりしてるけどな。試験で捕まえるポケモンが生息する大志坂です。わあ綺麗な、でもこれ自然だね。黒曜の原野。あらビッパですね早速。ほんまやビッパや、ほらかわいそうに、あんな歯伸びて歯磨き大変やん。なあ、ん、何目的で生きてんねんお前。捕獲の基本はよく狙うです。でもご存知ですよね、一応知っていることをお伝えします。うん、押しっぱなしで注目できる。ほう、相手を見失いにくくなるので、だからあれだね、ターゲットロックオンみたいなことね。こうほら、ロックオン機能あるの、これほらこうやって。おほら逃げ出した逃げ出した、はい逃げ逃げ、ほらふいふいふい。あ、どんぐり押してるやつのとこに、そう、おじさんどんぐりちょうだいや、それおじさんどんぐりくれへんこれ。はい、おじさんどんぐりもーらい。どんぐりない、他にどんぐり探してごらん。ん、どんぐり探してごらん、ほら死にたくなかったどんぐり探してごらん。あ、と思わせて好きやりー。ほーら、どうや捕まえられた、それ。もうどんぐりよりもちっちゃい入れ物に入れられてしもうて、かわいそうに。ビッパの捕獲成功ですね。うん、次行こうじゃあ。ビッパ何やったっけ、ビッパ曜日パスンガやっけ、なんか忘れたもん名前。パスンガ欲しいな。あ、これパスンガちゃう、これパスンガか、これお前。ほなや、うん、どちらに行くのですか。もう俺の自由にさせてくれ、俺の試験は。何、ほんと君はいい人だね君。給食棒つけてる割には。あら、これ何、ムックルや。あ、これムックルや。あの子たちは少し怖がり屋で、すごくすぐに逃げ出しちゃうんだ。うん、織田信長みたいな髪の毛してるやつやろこいつ。でもしゃがみ部は大丈夫です、気づかれる。あ、なるほど、草むらに隠れてと。オッケー、このコルセットに任されたし。あいつやろ、こうゆっくり近づいたらバレへんってことないかな。お、ゆっくり近づいたらバレへんで、これこいつびっくりせえへんかな。びっくりするんちゃう、多分俺見たら。ハッピーサプライズってことで。わ、ほら、おった、おじさんおった、ほら、あ、捕まえられる、ほな、おじさんに。あ、逃げ、ほら逃げ逃げ、おじさんから。おい、おじさんから逃げ。おお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 お。飛ぶとは思わへんかったわ。なんて顔してんの、お前。ムックル、逃げちゃいましたね。そやね。うん、てやな、気づかれるとそやな。難しいな、ほんだな。俺、これ、クリアできんかも。どうしよう、翔ちゃん。俺、帰るわ、ほんだ、もう、あの、切れ目に。とか言うても、絶対に逃さへんのがおじさんやからな。誰だ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、おめえ翔ちゃん、もう俺向いてないかも。翔ちゃん、俺多分このアルセウスの世界がな。うん、そうね、オッケー。あ、なるほど、気づかれずにしゃが、 ありがとう翔ちゃん、ほんとアドバイスよろしく、これからも。しゃーないな、またなんかここに見つけた俺、また別のもん見つけてもてるだよ俺。あれ、あ、またっていうか、これモンスターボールじゃないもの貼れるだよ。ほら、オレンの実、ふい。痛いみたいになった。あ、痛いみたいになったで。何が起こったんや、一体みたいになってるやん、彼。何や、一体今のみたいな。その隙をつく。ほい、当たったやん。当たったんちゃん。翔ちゃん、ちょっと待って、今の当たったと思うで、俺。翔ちゃん、見てないやんで。見て、何しに来たん。頼むわ、もうボール当たっても当たってないって言われるし、翔ちゃんも見てないし。うい、これは来た。さすがに。どう、うえーい、やっとや、ほんまやっと。ムックル捕獲成功ですね。そやね、あと一匹やね。何やったっけ名前、バスタムやったっけ。あと最後のバスタムだけは俺もだ、だいぶ時間かかるんちゃうかな。ここの本でこの木が気になってんのよ、これ。これなんか取れへんの。あ、先輩として教えておくことがありました。はい、何です。
相棒の入ったモンスターボール、通称ポケモンボールの投げ方です。あ、モンスターボールも投げられるんだ。一応芝星隊長の教えです。防具を投げた後にポケモンを投げるなら X、 道具を投げた後にポケモンを投げるなら X、 ポケモンを投げた後に道具を投げる時も、何言うてんねん、どういうこと。 X 切り替えの教えらしいです。構えてる時にっていうこと言ってる。ポケモンの木や岩に投げてみてください。木の実とか取ってくれねんで。マジで言ってんの。最後の難関です。あ、コリンクね。はいはい、コリンクだ。何それ。投げるときに、あ、これだ。これモクロ、これモクロ一回投げてみよう。じゃあこの木に向かって、はい、モクロ。おお、あ、パシになった。うわ、かしけ、すごいな。織田信長これ。あ、でも何も特になければ開かないんだね、ボールが。ほう、あ、ほら、織田信長や。織田信長出てきた。うん、やな、敵は本能寺にありやな。ビッパーは、あ、ビッパーも出てきた。ほら、これ出せんのすごいよな。これなんかもっとさ、近くで見れへん、見ること。あ、見て、かわいい。ほら、歯が。ん、何、どうした。コリンクです。もう早やれみたいになってるやん。もう分かった、早やれみたいに。急にこっちが楽しんでんのに。今翔ちゃん、コリンクですが、気性が荒いのが分かりますか。いや、ちょっと分からないですね。僕お金と女にしか興味ないんで。大丈夫です、ポケモンを注目すればわかります。わかるんかよ。ほんで、気性が荒く興奮しているポケモンはボールを弾くのです。へえ。三角マークのアイコンが多いほど捕まえやすい。だから左が捕まえにくいわけだ。はい。人間に敵対心を持ったポケモンは×印になってて、この場合は戦闘中にしか捕まえられない。ほう、戦わなきゃならないと。任せてください、私がとっておきの情報をしています。うん、戦いを仕掛けるのです。今聞いたんやけ、それ。戦っている時にボールを投げれば、戦っている時にボール投げんねんて。マジで言ってんの、めっちゃ楽しそう。よっしゃ、じゃあやってやろうじゃないか。あ、なんかびっくりして。おー、来たね、来たね。え、これが危ないってことやろ。めっちゃ走ってくるで。なんやみたいなこと言うてるけど。これをなんか倒さなきゃならないってことやろ、危ないから。おー、だいぶ近いね。もうすでで捕まえられるのではっていうぐらい近いで、これ。はい。ダメージってことにならん、これ。ダメージってことにならんか。じゃあこれビッパーをこうバーンってこう、ほら、お、あ、始まった始まった。お、た、あ、来たね。よし、行け。じゃあビッパー、名前もまだつけてへんけど、これは何をしたらいいの。技をしたらいいの。技転がる。うわー、転がる。行った。うわー、行った。うわー、ビッパー転がるに熱中している。ビッパー転がるに熱中しているってどういうこと。倒してしまうんじゃないの。じゃあそのまま行ったら、これなんかボール掘れへんか。モンスターボール、あ、モンスターボール投げれる。はい、いやー、どうだどうだ、パスンが。ん、どうだ。全然わからん、その演出。あ、捕まえたって。あ、お疲れ。ポケモンを恐れずに近づき、見事捕獲してみせる。なんてすごい人が落ちてきたの。うん、まあ、意外と戦いはターン制やったけどね。言うて、ポケモン図鑑を完成させるという調査隊の使命、あなたがいれば達成できそうです。ただどうして空から落ちてきたのかが気になりますが、さ、ことぶき村に戻りましょう。うん、確かに気になるね、どうして落ちてきたのかっていう。ただまあ、あれやからね、いつの間にか落ちてるのが濃いって言うからね。あなたが捕まえたポケモンはそのうち村の放牧場で預かってもらえます。放牧場、調査に向かうとき6匹までポケモンを連れていくことができますよ。まあそんな人いませんでしたけど、と。まあでもこれ見たことあるよね、放牧場。さあ、本部の島星隊長に報告です。きっと島星隊長も喜んでくれますよ。そうね、行ってみる。よし、じゃあ報告しましょうか。もうだいぶ街とか見回りたい気持ちは流行るんだけれども、きっと島星隊長も、そうね、喜んでくれるといいね。隊長、すいません、ちょっと他の実況者とは軒並み遅れてると思うんですけど、なんとか試験合格できたと思うんですよ。どうやら野田デジに専務に住むようだな。祝福する。試験は合格した。貸したポーチはそのまま使うがいい。あ、もらえんの。それにしても感心した。異端な君を試すため無理難題を出したのにこなすとはな。授与する。調査隊の制服だ。あ、制服を。ありがとうございます。昨夜泊まった宿舎にて着替え、本部3階にある団長室へ急げ。調査隊としての最初の任務だ。制服を着用し団長に挨拶せよ。ありがとうございます、身に余る光栄。
私の命に代えてでも目的は必ず成し遂げます。命を捧げよう。いやもう全部見回りたいね、マジで。ほんまに隅から隅まで見回ってやりたいぐらいだわ。これでどこに行けた。あ、もうこれで一回家に戻んのか。戻っては来たけど、でもこれ何寝んの、寝ろってこと。あ、これか。着替えるや、着替えますか。あ、着替えてみようよ。じゃあせっかくもらったね、制服にね。うわ、見てほら、むちゃくちゃいいや。うわ、いい。どこか特級呪物も食べられそう。赤い首元で。うわ、いいね。海鮮だ。じゃあいよいよ海鮮ってことになるね。あ、おそろいおそろいのスカーフやんそれ。調査隊の制服、丈もぴったりですごく似合っています。隊長があなたのためにあつらえさせたかのようですね。あ、もしかしたら裏でねやってくれたのかもね、隊長ね。昨日提供した部屋だが今後も使うといい。 ありがとうございます。こちらも使え、エレン。うわ、ダサ。お前これはいいわ。なんでよりにもよってこの形やねん。漁師さながらのこの年15やで、まだ弱い15なんやで。団長に挨拶せよ。はは、命を捧げよう。まあ絵はまだ下っ端やし、団長には絵に行かなきゃならないんだな。うわぁ、団長だろうこれ。おごそかだね団長。なんかやっぱこう紋付き袴っつうのが似合うよね。威厳があるように見えるっていうか、やっぱ渋いわ。和風やっぱり俺好きだわ。待ちかねたぞ。あ？みたいな顔で近寄っていくのやめて、おっさん。それだけはやめよう。銀河団団長、電木である。電木？うん、お前がおっさんだな。そのお前もなみたいな顔すんのやめて。おっさん頼むわ、今だけは。礼儀はしているようだな。時空の裂け目から落ちてきたことを含め、おおよその話は聞いている。さて、どれほどのものか確かめさせてもらうぞ。立ち会え。よし、殺してやる。じゃあ、うわー、ディーよ。え、何、なんか素で？ポケモン勝負じゃなくて？うん、血気盛んである。相撲はまだまだだが、見どころはありそうだな。うん、何の意味があったんや、相撲に。空から落ちてきたお前を不気味だと思う者もいるだろう。人によっては災いを招くものと考える迷信深い者もいるやもしれぬ。だが、入団試験に合格したのだ。お前が面妙なやつでも、ことぶき村の仲間として受け入れよう。銀河団の仕事を中勤し、ポケモン図鑑を完成させよう。おっさん、ポケモンとは恐ろしい生き物。心して調査に励め。はは、仰せのままに。団長に認められたな。君の銀河団としてのランクはゼロ星となる。星なんだ。調査隊員として活躍すれば君のランクも上がる。団員ランクも上げるにはポケモン図鑑の完成度を上げましょう。そして図鑑の完成度を上げることは全てのポケモンと出会えという、君の使命を達成することにつながるのです。これも与える。クラフトに必要なレシピだ。出た、クラフトや。そう、モンスターボ、そう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 、ボングリと玉石かがいんねや。3000円だ、材料を買う。3000円ってえらいリアルな金額くれたなお前。今給料ってことか。ショー、クラフト名人の君に命じる。おっさんにクラフトを指導せよ。はい、島星隊長。では先輩として、クラフトというのは手作業で作るということです。雑貨屋でも道具を買えますが、自給自足の精神が大事なのです。私たち調査隊が一番使うモンスターボールも作れますよ。この技術すごいですよね。さあ、クラフト屋に行きましょう。行くんかよ、ほんで店に。自給自足ちゃうんかいって。ところでさ、これポケモンの名前をさ変えた方がいい。まあ、このさ3匹に関してはもう俺が、捕まえたという感じなのかどうか難しいとこやけど、少なくともこのモクロウとかの名前はさ、ほら名前変えられるじゃない。いや、これは大事。も、ああ、でも、もういざとなったらむずいな。もくろう。手羽先さんにしようじゃん。手羽先さん、名前ね。手羽先さんは、だけは、でもやっぱ名前つけておきたかったなっていうのはあるのよね。この3体に名前をつけるのかどうかは難しいとこだけどな。名前つけとく？じゃあ、コリンク。コリンク。こいつなんやろな。年男。コリンクはまず年男やろ？もうこれ決定で、ムックルはもう決まってんねん。ムックルは、かも織田信長やねん。
もうどう見ても織田信長やからこいつは。でこいつどうしようかな、こいつ名前な、四足歩行四足歩行レベル4、これが一旦今4人かな、この4人で行って、まあ、男女比もまあ半々ってことで今の社会のニーズともそぐうし、よしじゃあ出ていくか、出ていくわ。もう俺こっからなんかクラフトを教えてくれるって話だったけどね、まだチュートリアルが終わってないんだよな。あ、呉服屋のシャロンと申します。この度は入団おめでとうございます。あ、ありがとうございます。宇戸鈴木さん、茶博士に頼まれていた着替えです。どうぞお受け取りくださいませ。あれ、着替えをご用意してくださってたなんて。道中着と股引きを手に入れた。おう、村にはいろいろなお店がございます。よろしければ足を、あはぜひ運ばせていただいて。じゃあ、いや楽しみ。何、給食係。おっさん、クラフト屋はこっちです。あ、そっち側がクラフト屋なんだ。オッケー、行くわ。じゃあ、これ服さ、着替えたいな。じゃあ、じゃああなたは、あなたもなんか売ってくれるんですか。見慣れない人ですね。あ、なんか売ってくれる。これモンボでしょ。で傷薬も和風だね。元気のかけら、あーそんなん持ってんの。この人は君なんだ。君、なんか浮いてる。これもしかしてちょっと浮いてない。この人いらっしゃい、今日はどうなさいますか。あ、ちょっとじゃあ髪結いしてもらって、はい、心機一転っていうことで、なんか先団員に認められたんですよ。なんかちょうどいいかなと思うんですよね。浮いてますよね、あなた絶対。それでは席にご案内します。荷物はお預かりしますね。でもこう昔ながらの床屋さんな感じもいいよね。うん、まあ今日はちょっとね、あの前髪が異様に短いので整えてもらえればなと思って、だからちょっと空いてもらうぐらいでいいかなと思うんですけど。え、でほらこれ呉服屋さん、これせっかくならちょっと服も着替えようかなと思って。あなた宛に特別な品が届いております。え、何です、特別な品とは。ハイカラ上着、上衣もかな、上衣もハイカラ、下衣もハイカラな靴を受け取った。ほう、貴重な代物のようですね。へえ、大事に扱ってくださいませ。え、着替えたいけどね。着替えるんだったらちょっと家に戻らなきゃならなくて。まあ、戻る。うん、これもう誰なんか状態じゃない、これ。みんなびっくりするんじゃないかな。はい、あ、いいな、いい、仲がいいね、仲がいいぞ、いいね、このショットいいな。まあかんかん、このままやったらもう全然進まへんちゅうて、もうクレームいっぱい入るから、みんなのコメントがもうすっごい入るから、胃薬1ダースじゃ足りんくなるから。ん、あ、給食。村でクラフトをするならクラフト屋さんのクラフト台です。はい、ここですか。うん、低いですね、ローテーブルみたい。今回は私が材料をあげますね、いわゆる合格祝いです。隊長からいただいたお金は服とか買うのに使うといいですよ。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ作ってみましょうか。なんかレシピと材料がいるってこと見たくって。あ、でも20個ずつ作れるのかな。ボングリの実と玉石、石なのかな、あれが、あれを、まあ、じゃあ 10個ほどクラフトしとこっか。10個作ってポーチにしまったって。意外と簡単に作れるね。レシピだけよね、問題は。じゃあ初めてのクラフトですのに見事なモンスターボールですね。あ、また来たやん、これ変態博士。前にも説明しましたが、ポケモンには小さくなるという不思議な能力が備わっています。その能力を生かしてポケモンを捕まえるのがモンスターボールなのです。そして捕まえたポケモンを記録するのがポケモン図鑑です。さあどうぞ。あ、これでやっと図鑑もらえるんだ。ありがとう博士、よく分かられましたね。これを見ておっさんだと。君のために用意したものです。全てのポケモンと出会えという使命を果たすのに役立ててください。マジで全てのポケモンと会うんかな。めっちゃ時間かかるぞ俺やったら。図鑑を完成させるためには図鑑タスクをこなさないと。私も調査隊としてポケモン調査に励みます。はい、おっさん君、それでは図鑑タスクの説明をしましょう。原野ベースに行きましょう。はい、あ、今から何かまたあるのですか。多分さっき行ったところに行くのかな。ん、なあ、聞こえてたんだが、原野ベースに行くならついでに俺の依頼も聞いてくれないか。え、いやです、僕暇じゃないんで。別に俺見張りだろ、持ち場を離れてるとまずいから本部の前で待ってるよ。待って、ちょっとサブミッションなんかあったんじゃ俺マジで死んでまうかもな、クリアするときには。何も先やろうよ。じゃあつぐるの、何言ってごらん。君ポケモンのケムッソを知ってるか。知らん。
名前だけ言われてもわからん。ケムソって名前変えるから俺いつも。知ってるに決まってるやん。なめんなよこの天才よ。ラベン博士が話してたんだ。ポケモンは戦ったりして経験を得ると進化と呼ばれる姿形が変わって強くなる現象を起こすのだと。うん、そうね。これはもう今までもね、従来同じようにってことですよね。俺は自分の手でケムッソを育て進化させたい。君調査隊だろ。もしケムッソを捕まえたら俺に。ああ、いいよ、俺も用意するからさ。わかったわかった。ケムッソ持って。でメスとかオスとかはいらないののかな。こんなうちのな、これ見て、これ手羽先さんって言うねやんか。こうやってほら、手羽先さん挨拶してるやん。手羽先さんお前挨拶してるか。お前も挨拶しろよ、社会人この野郎。資格かお前は。なあ手羽先さん、ほら手羽先さん、ウギギ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 プロローグがパート1で終わらへんドラマなんか絶対見えへんだから誰も。ほらまだここやろ。まだチュートリアルってことでいいんやろこれは。違うの。さておっさんくん、ポケモン図鑑を完成させるには図鑑タスクをこなす必要があります。ポケモン図鑑を見ればタスクを確認できますよ。ポケモンを捕まえたりポケモンと戦ったり、図鑑タスクをこなすことで研究ポイントを貯めるのです。研究ポイント？おっさん、大事なことを教えます。野生のポケモンに襲われたら回避してください。回避するってどういうこと？何それ回避って。私の動きよく見て真似できるようにしてくださいね。うん。そうする。ああ、危ない。危ないわ。なあ。今の流れるように美しく華麗な動きが回避です。素早く回避すればポケモンの技も、ポケモンの技もっていうのはポケモンなんか技してくるの？こっちに。強烈です。何度も攻撃されると気絶しますから。ああそう、私コリンクの電気ショック浴びて気絶して警備隊の方に助けてもらいました。大丈夫です、私が先輩としていろいろ教えますから。うん、ほんまに頼りになるね。お前はええやつやで。手羽先シャーよし。あ、ごめんお待たせ。何？調査隊クデンです。 ZL でポケモンに注目したまま下ボタンで図鑑を開くと図鑑タスクをすぐに確認できますよ。うん、なそうする。ビッパの図鑑タスクには捕まえた数というのがありますね。そう、1匹捕まえて終わりではなく2匹4匹とどんどん捕まえてください。なるほど、回数を重ねることによって図鑑が完成させてられていくということです。大丈夫、言葉なんかいらんねんから。みんなそうやろ、プレイで見せるから俺は。もうだからごめん、もう今から喋らんかもな、ほんまに。そういうことになったら、ほらボングリや、ボングリ見つけた、見つけた、おじさん。ほんとここにもあんねんで、おじさん見つけてね、これ。いやいや、あ、ほらこれや、ほらこれ。ほら、いつになって黙んねんお前は。いつになったらプレイで語ってくれるんや。じゃあビッパ捕まえてみようか、図鑑のために。おケツがポンデリングみたいになってるだよ、自分。おケツポンデリングみたいにした方がええの？カナンな、カナン投げ通しない、カナン投げ通しないな。投げ、ごめん投げれへんわ俺こいつに。そんなかわいそうなことできひん、ごめん俺。マジでこれ進める気あんの？彼進める気ある？あ、もう早い早いって、捕まえろってことやろ。違うかった、ごめん何せえって言われてんのか忘れた。え、ちょっと待って、で経験値もらえんのこれ捕まえたら。戦わずしてということ？これだからいっぱい捕まえろってこと言ってんだよね。でこれで図鑑をこう注目することによって今ビッパーをこうフューチャーして見ることができて、捕まえた数が 1,3,6,12,25 とか書いてますよね。あれが右側に行って初めてビッパーの図鑑ができたってことになるのかな。だとするとだいぶ時間かかるけどな。もうこうなったじゃ乱獲ってことやね。もう乱獲していくか。ほいじゃあムックルも捕まえようか。ほいムックル、ほいほら、もうムックいっちゃえ、もうおい、おい、もう一回言っちゃえ、おい、よいしょ、ほら、もうな、乱獲だ、乱獲だ、ほら、おい、乱獲だ、ほら、おい、よいしょ、おい、よいしょ、おい、よいしょ、おい、逃がすもんか。あ、また見て、ケムシや、ほら、ケムシ、ケムシやな、自分な、うん？ケムシ、怖ないの？おじさん、怖ないか、ケムシは。おじさんと一緒に住もう？あはい、ケムシ許さへんからね、ごめんね、逃がさへんからね。これでもケムシ欲しいって言ってたやついたよね。もうケムシレベル5やん。ところでこれなんだや。もうなんかイライラしてんの。お、あ、
あ、玉石、星の砂もゲットした。なるほど、これでモンスターボールを作る、素材が、クラフト素材が手に入るってことをね。じゃあ集めといた方がいいんじゃないか。あ、待って、みんな見て、みんな向こう、向こう側見て、向こう側ほら、あれなんかかなり機敏なやつ、あいつ神経が尖ってる、ほらあれ見えろ、みんなあいつピチューや。いや、ピチュー取れへんかな、これさすがに無理すぎるかな、今のレベルでは。あ、ピチュー取れた、ほらやったー、ピチューや。これさ、これ変えられないの、この俺こんなにいっぱい舞えばいらんで、日本で十分やからさ。どっかで変えたいな、どっかで変えたいというか、あれやかな、ファームの方に行かなきゃなんないのかな。モンスターボールも数ないしね、もう。あ、ちょっと待った、で帰ったらさ、これ体力、あー、回復してくれるんだ。あ、なるほど、っていうことはポケセンの必要性がないってことだ。でね、ここのこの放牧場に俺が捕まえた奴らがほらいっぱいいるじゃない、これちょっと変えてや。よし、こうしとこうかな。じゃあピチューなんか初めてやけどね、育てんで、このケムッソ、おケムッソはなんか持ってきてっていう人がいたので、まあこれを持っていくっていうことで、この2匹をちょっと入れといてね、調査頑張ってね。うん、ありがとう。こうおじさん、ほんでほらこれケムッソ育てたいって言ってたやんか。お、連れてきてくれたのか、噂通りの凄腕だな。どやで、では早速このケムッソに名前を、なあ、名前つけよう。なんていう名前なん。こいつは将来アゲハントというポケモンに進化するらしいから、ああ、アゲハチョウみたいなものになるっていうことやんな。それを見越した名前にしよう。おう、アゲハチョウに名前をつけるって、もう名前ついてるからな、すでにアゲハチョウっていう。アゲちゃん、アゲノスケ、アゲマル、名前はどれがいい。何その3つ、どれも違うだ。なんかアゲマル。じゃあよし、アゲマルで決まりだ。アゲマルを立派なアゲハントに育てるから見ててくれよな。いいね、じゃあ俺も育てようか、ケムッソ1匹。俺の本だ、ケムッソとお前のケムッソ、どっちが本物のケムッソか、お前ケムッソ対決するけ。ケムッソ言い過ぎやな、なんかキュメメ言うてるやん、ほんでダメッチみたいな感じで。俺もじゃあこのケムッソちょっと育てようかな、せっかくだし6匹いた方がいいもんね。これ名前もちょっとつけてあげたいな、なんかあいつのケムッソと俺のケムッソ、どっちが本物のケムッソかっていう、ケムッソたらしめるためにケムッソ育てる戦いが今始まろうとしてるから。名前変えようか、じゃあケムッソの名前。ケムッソな、ケム、あ、まあさっきのやつ何やったっけ、やアゲマルやったっけ、名前アゲポヨアゲポヨですよ、うちは。アゲマルに対抗してアゲポヨな。ピチューも名前つけなきゃなんないよな。じゃあピチューな、初子育てたことないからな、ピチューなんか。お婿さんじゃお前お婿さんな、お婿さんとあげまるが今新しく追加されました。なんかもうなんぼでもやってまう俺いるで今。ごめん、随分とお待たせして。この辺りですとブイゼルというポケモンがいます。うん、何あれ、うわ、尻尾フォークみたいになってる。コリンクのように気性が荒くて技を出してくるから要注意です。捕まえるなら戦いを仕掛けてください。オッケー、なるほど。じゃああいつちょっと捕まえてみる。とにかくね、相手を注目した状態で図鑑をこう開くわけだよね。で、これ図鑑を開いたら、捕まえた数とかも出てくるけれども、アクアジェットを見た数っていうのがあるよね。ああいうのは戦わないと、ゲットできないというか、クリアできないよねってことね。よし、じゃあ行くか。捕まえがてら、行け手羽先さん、ブイゼルの不意をついた、行け手羽先、手羽先の手羽先のコノハ、いやーバーン、手羽先だ、手羽先だ、手羽先ちゃん、手羽先さん、話聞いてた、捕まえるって言ってたよね、手羽先さん。手羽先ちゃん、ちょっと待って、出てきて、手羽先さん、話して。そうやろ、言ってること、言ってることおかしいね、手羽先さん、違う。手羽先さん、どんなに帰れへんし、見てあかん、こんなあかん、こんなん俺怒れへんわ、こんなやつに。って言ったってね、あれ捕まえなきゃなんないんでしょ。捕まえなきゃなんない、あいつのレベルがどれぐらいだったかちょっと見てないんだけど、これアゲポヨとか、これ取れる、アゲポヨ、これかじれる。おお、かじるっていうか、むき出しの打撃やったね。アゲポヨ、それどうなってんの、体折りや、下にこう、アゲポヨ、それこるで、うん、せやみたいな感じでウルトラマンちゃうんやから大丈夫やで、そんなに大きな声でまくし立てんでも、せや許してあげるじゃん、許してあげるの意味わからへんけど、はい、ありがとう、オッケーオッケー、分かった分かった、帰っといて。もあ、いたいたいた、あいつや、あいつちょっと戦おうじゃん。誰にしようかな、ちょうどいいぐらいの、こいつのレベルがわかんないからね。まあいいや、一回あげぼよ行こうじゃん。おお、
首にフレンチクルーラー巻いてだいぶシャレてるやん、あいつ。お、あげぼよ、あ、あげぼよせ攻撃された。そう、うちのあげぼよに毒針、あ、いいね、毒針いいな。あげぼよの毒針どうだ。お、毒浴びた、いいね、いいぞ、あげぼよいい。よし、ナイスだあげぼよ。その隙をついてお前の人生ポンデリングだ、行けパッって。その PL の花火大会いちゃうんやから。あの花火みたいなの何あれは。アゲブヨレボがいなかった。アゲブヨ進化可能やんって。おお、早速いいじゃない、見てみようや。確かアゲブヨこっから進化できるのよね。初進化ってことになるね。じゃあはい、進化はい。おや、アゲブヨの様子がだからだったったか映像。あ、ちょっと違う、なんかちょっと違う。なんかでもアゲハントっていうアゲハチョウになるって言って言ってたから、あのスグルっていうやつが。いや、どんな柄の、いやなんかな、見たことあるはずだけどもう覚えてないねんな、柄とか全然。あれ、アゲハチョウになるんちゃうの。全然話が違うで。カラサリスって何。じゃあ新しい技とかひらめくんじゃなくて。もうなんか老人みたいになってる。ちょっと待って、これうちのアゲぽよ、これこんなんなってしもたけど、あんなになんかせやって言ってたのに。ほら、これ動き見れる、これほら、アゲぽよ見て、ほらアゲぽよ、ほいほらアゲぽよ、ほいもうついてくれてへんやん、反射神経がついてくれてへんねん。なんか思ってた感じじゃないねんけど、うちのアゲぽよが。もう蝶々になると思って座っててんのにさ、こっちは。こんなお前岩みたいな巻きつけられて、京都の老舗ちゃうんやから。ごめんな、翔ちゃんずっと待たして。あなたは本当に一生懸命ですね。ありがとう、翔ちゃん。そんなあなたにクラフトキット。何ですか、それは。もしかして、動きながらにしてクラフトを作れるということですか。ほら、クラフト台がない場所でもクラフトを可能にするって。うわー、もっと早く欲しかった。うわ、こんなん買う必要ないね。じゃあクラフトキットならポーチの中の材料を使ってどこでもクラフトできるのです。つまりボングリの実と玉石があればモンスターボールいつでも作れますよと。そうですね、傷薬もそうですよね。その要領でじゃあ作ることができると。いやー、ありがたい、本当にいい人だお前は。図鑑タスクをしっかりこなしたらラベン博士に報告してください。やって、ええ、なるほど。あ、じゃあ今なんかゲットできてる分だけでもラベン博士に見せに行く。ごめん博士、ちょっとイレギュラーがいっぱい起こっちゃってね。なんかアゲハチョウにもならへんかったし、お待たせやわほんま。おお、クラフトヒットですね。翔くんの話を全て聞きましたか。お疲れ様でした。では調査報告について説明。報告することで報酬、報酬はあ、初めて捕まえたなどの条件を満たすとより多くのお金がもらえる。おっさんくんがこなした図鑑タスクを確認させてください。何やりました。むちゃくちゃ捕まえましたよ僕。うん、まず捕まえたポケモン数は33だと。30匹以上まとめて報告したっていうのをクリアして、捕まえたポケモン種類9とかそんな書いてますけどね。背面取りとかね、はい、4720。そんなにもらえるかね。やば、なんぼでもじゃあ溜まっていくやんお金。ふむふむ、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。更新、図鑑を達成して報告すると研究レベルっていうのが上がる。レベル10でページが完成ってことね。でポケモン研究ポイントっていうのをそのようにして貯めると、団員のランクもアップしてもらうことができるんだと。あの絵的には星がかなりありますんでね。今ゼロなんで、まあまだまだかな、10以上あるかなっていう感じはするけどね。おっさんくん、図鑑タスクをこなしましたね。これで団員ランクが上がるんですか。もう早速大島星隊長に、はい、報告しましょう。早くチュートリアルを終わらないと。まそういえばやけど、俺進化したけどまだアゲマルあれやな、イモムシやな。アゲマルまだキメメ状態やな、育ててもらえへんな。これうちのあれ見てみ、うちのこれほらこれこんなねなんだよお前な。うわ何やこれみたいな顔してへん今。ほんまに言うてるん。顔してるんこいつ。ほんまやで、ほんまにお前。俺もびっくりしたもん、お前の話と全然違う子。俺びっくりしたマジで。アゲぽよとか名前つけていい加減にしろよなお前。お待たせ、お待たせしました団長。確認する、図鑑を見せたまえ。ポケモン図鑑、うん、これどうなの。あんまよくわからないんだけども。承認する、ランクアップの手続きだ。アルミン、君の銀河団員としてのランクは一つ星に上がった。なんでそんな顔してんの彼。全然自覚ないと思うんだけど。大丈夫こんな服装とかで。おっさんは新しくヘビーボールが使えるようになってんて。何ヘビーボールって。レベル20までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。あ、ボール関係なく調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになったと。これらも渡す、クラフトには必要なレシピだ。ヘビーボールの
レシピ、はい、ヘビーボールっていうのはボングリの実と黒色玉石、黒色の玉石、はあ、なるほど。で元気のかけらのレシピ、元気のつぼみと薬草、あーこれどっちも持ってますね。空から落ちてきた異端者がまだ生きているのは君の才覚と努力の結果である。いいか、多くの人は分かりやすいものを好む。段位ランクを上げれば空から落ちてきた怪しい人間も受け入れられてもらえるだろう。ここで生きていくなら段位ランクを上げるんだな。上げることで使えるボールの種類も得られる報酬も増える。大返しだ。あ、芋づる亭じゃない。もう早速朝別やろうや、この野郎。おっさんくん、段位ランクが上がったお祝いです。嬉しいことがあると芋餅も、芋餅っていうのがちょっとよくわかんないんだけどな。これからは調査隊の任務だけでなく皆さんの依頼と、お忙しいですね。スグルさんの依頼は、あ、もうやったんですよ。スグルさんの依頼は全然なんかね思った感じじゃなかったですけど、ことぶき村の皆さんポケモンには詳しくないので、何かあると調査隊に相談というか依頼が舞い込むのです。皆さんのお話を聞いたり、僕の研究室にある黒板に貼られた依頼メモを見ることで受けよう。あ、なるほど、掲示板みたいなのがあるのね。ちなみに翔くんが頼まれた依頼はどのような内容ですか？その件ですが、おっさんにお願いしようかと。おっさんって言うな。ポケモンを戦わせる才能が必要だと言われましたから。何？依頼主は確か金剛団の米さんですね。金剛団の方々は僕たち銀河団よりも前から翡翠地方で暮らしています。うまく交流できればポケモンのこともいろいろ教えてもらえそうですが、とにかく話は明日聞くとして、今夜はゆっくり休むのです。まあなるほど、今度はだから私がじゃあ助けてあげる番だよってことを言ってるのかな。いやー、ということでやっとチュートリアルが終わったのかな、これね。ウドスズキ終わったのかどうかわかんないけど、まあまだ戦闘のチュートリアルかもしれないけどね。とにかく今日はこれぐらいにしとこうかな。